議定は、明治時代初期に置かれた、明治政府の官職。王政復古の際に総裁、議定、参余の三職が設置された。議定には、仁賀寺宮純人親王、中山忠安、松平義長、島津重久、徳川義勝、山内豊重、山品宮明親王、大木町三条佐根る、中三角常の、浅野長君の十名が任じられ、 その後、岩倉智美、三条、美,美、伊達宗なり、長谷信圧厚の4名が追加された。翌年1月に三職七課制が導入されると、議定には、皇族、苦行、諸行が任命され、七課を文徳して、議事を決する職とされ各家の事務総督は、議定係、ね、最大31名まで増員した。さらに4月に、書に基づく職制に移行し、議定は、 岐政官状局に移されて、法律の制定、条約の締結、和戦の宣告、三党間以上の人事を司った。また、議定であった三条耳と岩倉智美が行政官の長であるスケミを兼務した。9月に一旦議定は行政官に属するものとされたが、翌1869年4月に状局に戻されるなど複雑な変遷を遂げる。 1869年5月に犠牲官が行政官に統合され、5月15日管理公選が行われる。その結果、スケミ三条耳が定員4名の議定には、岩倉智美、鍋島直弘、徳大寺三熱根の3名が選出された。同年7月8日の明治大上官制の導入によって廃止された。ありがとうございます。